で、このさ、うちの親父の、で、ちょっとさ、このうちの親父の写真見てほしいんだけどさ、これす、で、このポーズすごくない？こんなポーズ撮れねえぞ、こんなポーズ。見えねえか。で、親父と俺の顔がさ、ニコラジとかで出たさ、写真だとさ、やっぱ年取っちまってたからさ、あんま似てないと思ったけど、めちゃくちゃ俺似てない？親父俺にそっくりじゃない？こうやって見ると。まんま俺だよな、この角度とか。めっちゃ似てない？若い頃の親父。俺が4歳とか5歳だから、30年前として、まだ40ぐらいか。もっとカメラに近づいて、多分カメラに近づいてもわかんねえよ。でも俺、すごい、このガキの頃の俺すげえ可愛いだろ。画質多分いいよね。みんなのあれの問題じゃない？みんなの。今400しか出ない？あ、携帯でやってるとそうなのかもしんない。加藤純一3歳が描いた絵。で、保育園の先生からの評価、お父さんびっくりしてるよって書いてあった。加藤純一3歳。3歳でこれだったら相当上出来でしょ。これも3歳だ。何の絵かわからない。あ、これは多分、タイトル。お父さんと純とお姉ちゃんとお風呂に入るところ。だって。お父さんの似顔絵。似てるな。怪獣とかさ。このポーズ良くない？親父の。いい写真だよな、これ。あれじゃってたからさ、母ちゃんの写真もあったな。うちの母ちゃんめっちゃ美人だぞ。若い頃。ね、ちょっと待って。あのさ、なんか、自分の写真をこうやって飾り合わせてキモくない？しかもさ、謎のさ、使うな！残せ2万円って書いてあるんだけど、これ何？おい、まさかこれさ、あれじゃねえか、へそくりあんじゃねえか、これ。へそくり見ようぜ。へそくり見ようぜ、これ使うな。2万円は残せって書いてある。へそくりだぞ。絶対へそくりある。かっぱらおうぜ。なんか伝説の。なんだよ、それ。使うな、2万円は残せって書いてあるんだよ。俺がじゃあ2万入れとくか、ここに。いつか俺が困った時にさ、そういえば、あそこに2万円隠してある、つって。だってもうさ、俺とか、もう、時代が、時代がもう、あ、おじいちゃんのやつだ、多分。これ、うちのじいちゃんの二十歳の頃の写真だ。めっちゃ俺似てんだけど。わかるかな？多分映んねえよな。すっげえ俺似てる。あ、でも美人だわ。自分、なんか息子が言うのもなんだけど。すごく美人だと思う。芸能人みたい。綺麗だよね。見えねえか。だ、見えねえよな。あ、止まっちゃった？え、これキム・ジョンイルでしょ、これ。これ、どうやら俺らしいね。これ、これあれだな。キム・ジョンイルだよな、これな。ジョンいるでしょ、これ。これ俺じゃねえだろ、これ。見てない顔して。これって俺まさかさ、国籍日本じゃない？なんだこの七三分け。なるほど、これうちのお母さんのおじいちゃんが
日本から全世界に泥を運んでたのね。だからその地図がうちのすごくない？うちのお母さんのお父さんは全世界に泥を運んでたのね。だからその航路が書いてありますね。泥運んでたんで、うちのおじいちゃん。あんまバカにしないでもらっていいですか。うわー、この俺凛々しいわー。わかんねえよな、これ、真ん中。いや、これわかんねえな。かわいい。こんな子供欲しいわ。見えねえよな。多分これとか意味が分かんない。なんだこの落ち込みよ。多分見えねえよな。そう、サザエさんみたいな家。うちのじいちゃんもこれ見せたらダメだ。俺だけ今みんなうちのじいちゃんを紹介するんですけど、友達来たみたいなの俺でも紹介しようとしてたなんで今おい、うちのじいちゃんこれだよって今、普通にあれ仕掛けた。あ、別にまあいいんだけどな。てかさ、家でサングラスかけてるって受けない。絶対気違いでしょ。俺悪くねえよな。家でサングラスかけてるやついるかなあ。見つけた。高校のやつ見つけた。うわ、めっちゃ人気者じゃん、俺。すげえ人気、なんか俺すげえ人気者なんだけど、俺そんな記憶ないぞ。俺そんな記憶ないぞ。マジで、なんでもっと仲良くしてくれなかったの、俺と。マジか。まっちゃんからのやつを、読みます。おっぱい11区へ。君とのサボりの日々は忘れねえ。言いたいことがたくさんありすぎて書けねえよ。このおっぱい目パイパンのギャオ。おっぱいまっちゃんより。だって面白いね、やっぱ。いや、プリクラとか貼ってあるからこれ見せれねえんだよな。鈴木っていう子から、お前にはたくさん嫌がらせをさせられてひどく傷つけましたって書いてある。お前にはたくさん嫌がらせをさせられてひどく傷ついた丸。ここに映ってるの、これが。いや、なんかあんまり映したくねえ。いや、もう高校生って大人だからさ。あとどれだ？あとこれも。うーって顔してる。あとどれだ？加藤ウニイチ見してやるか、おめえらに。加藤ウニイチ。ちょっと待ってな。さすがに周り全部隠してあげて。映っちゃったかわいそうだから。もしかしたら名を馳せてる人もいるかもしれない、俺。あとウニイチ見してやるよ、おめえらに特別に。やべ、映んねえかな。加藤ウニイチ、俺のやっぱウニだよな。ウニイチ。ただやっぱ既視感、あ、チャックだ。なあ、つお、チャック元気にしてるか。おい、チャックいたんですけど。チャック死んじまったからな、チャック。なんでこいつ高1までしか生きてなかったのに普通に外で映ってんだ。うわ、嬉しい。うわ、チャックこんな顔してた。ナッツ、未だに信じられねえわ、チャック。あの熊田正史、
お前のことを一番知ってんのは多分俺だろ。思えば小さい頃からの付き合いだ。これからも寂しくなったら酒でも持って遊びに行くわ。お前結婚しても俺言わなかったじゃねえかよ。お前のこと一番知ってるのは俺だろって言ってるのにもかかわらず、これ結婚して俺に言わなかったんだぞ。ふざけんなよ。仲良すぎて言わねえって。これがでも一番おもろいな。お前にはたくさん嫌がらせされてひどく傷ついた。これちょっと見せて。こいつの文章おもれ。すげえ仲良かったんだよ。でも、あの、性格の悪いいじりをしてたの、俺が。おい、おめえなんで名字変わったんだよみたいなこと。こいつセンスあるわ、なんか。え、なんで？なんでお前名字変わったんだよ。返してよみたいなこと言ってたのね。返してよ、俺の友達返してよみたいなこと言ってたの。それが、何やったんだろうな。これ受けない。仲良かったんだよ。お前本当にもうやめろよって。まっちゃんのやつが一番サビいな。あれもあるわ。じゅんちゃんへ。じゅんちゃんはおかちい子だね。昔の2枚目だね。じゅんちゃんと仲良くなれてよかったよ。また一緒だけどどうぞよろしくね。俺こいつすげえ好きだったんだよ、マジで。未だにこいつのこと思い出して女にするからな。すげえ、めっちゃ好きだった女の子がいたの。本当に。俺、高校時代から赤ちゃんプレイしてたから、ものすごい好きだった女がいたの。5回告白して、5回目。向こうから告白されて1ヶ月付き合ったのね。で、俺の浮気がバレて振られて、その後4回告白して4回目で付き合った女がいたの。その後、東京出てきて7ヶ月付き合ってたんだよ。未だに、そいつ、それを超える恋愛してないからね。本当に。何回告白しても付き合いたいっていう女がいたんだよ。本当に。いたの。抹茶に浮気ばらされた。あいつ浮気してるよって。俺、それ確か放送で問い詰めて。お前さ、7年越しに言うけどさ、なんであの時俺の浮気ばらしたって言ったら、ごめんな、なんか俺、お前のこと知ってる自慢したかったんだよってさ。意味わかんねえだろ。俺は純のこと知ってる自慢をしたかったんだよって。許した。